正体っていう映画見ました。ブロー可愛かった？本当？ FC のムーめっちゃ可愛かった。嬉しい、よかった。そう、今日ファンクラブ、ポエム待ってる。ポエムって言わないで。ポエムって言わないで。ちょ、ポエムって言われると恥ずかしくなるから、ポエムって言わないで。くるくるがね、ボヤも、え、そうだよ、くるくる、そうなんよ、聞いて聞いてください。そうなんです。今日ね、なんか本当はあのね、今日くるくるとあの映画見に行ったんですけど、そのくるくるがあの2個英語見、英語じゃないわ、2個映画見る約束してたんよ。朝映画見て、まあ、その後もう1本見るみたいな約束をして、11時5分から上映の映画だったんですよね、その1本目に見る映画が。だから、まあ、10時45分ぐらいに集合しようかって言ってたんよ。ほんで10時45分に行くじゃん、たら着いたよって連絡しても連絡来なくって、返事返ってこなくって、あれと思って、大丈夫かなと思いながら、まあでも、まあ、そういうことあるかと思って待ってたのね。たらもう11時5分から映画始まるのに、11時になっても連絡がつかなくて、あれこれはなんかおかしいぞおかしいぞこれはと思って電話したんよ。そしたら電話も出なくって、くるくるって言ってても出ないし、電話に出ないから、電話に出ないのはなんか、え、寝坊かなと思ったけど、電話に出ないことあるかなと思って、2回ぐらいかけたけど出んのよ、くるくる電話に。そうだから、おやと思って、え、これもなんか事故か事件に、ね、なんかあったんじゃないかなと思って、そうなんかちょっと心配になって調べて、あのその周辺の検索みたいな、事故事件みたいな、朝起きてないか、そういう事件とか事故が起きてないかちょっと調べて、まあでも出てこなかったんだけど、あ、おかしいな。でも朝さ、ツイートしてるの見てたから、私、うん、朝ね、ツイートしてるの見てたから、マネージャーさん連絡してみようと思って、マネージャーさんに連絡したら、朝の6時ぐらいに連絡取ったよって来て、朝の6時に連絡を取っただと思って、一回起きて、いやだから時間に余裕あったから二度寝したパターンかなと思いながら、そのまんま待ってたんですよ。そしたら1時間後だくらいかなに、そう、あの、ごめん、マジごめん、起きたっていう連絡が来ましたえ、嘘、いや本当に割とね、4回ぐらいかけたんです、電話、電話かけても出ないから、うん、結構ね、え、大丈夫、寝坊っていうよりかは普通に心配になっちゃって、なんかあったんかなと思って、そうそう、珍しいからあんまりないの、くるくるそういうこと、そうないから、よりなんかめっちゃ心配で、大丈夫、お疲れだったんかでもファンクラブの動画作ってたって言ってて、そう、昨日の夜遅く、こんばんは。そんで、ポップコーンじゃないわ。映画館で食べるご飯おごってもらいました。映画館でご飯、食べるご飯は私がおごりますって言って。そうくるくる。おごりますって言って。おごってもらって。チュロス買ってもらった。こんばんは。そう、チュロス、あずみんがファンクラブの動画100分カットのメラハン使ってた、ほっかりして、そんなこと言わないで言わないでそうだよ、キャップカットでやってます。でもなんかキャップカット初心者すぎて、その全然話変わっちゃうんだけど、ファンクラブのキャップカット、私動画キャップカットで配信してるんだけど、初心者すぎて
もうなんか拙い編集でやってるんですけど、でもまあアフレコでアズミンクオリティってことでアズミンクオリティで、まああんなか、ああいう感じの動画載せてこうと思います。あれ以上の凝り方が分かんなくって、動画の凝り方なんかもっと動画凝った方がいいかな編集って思いながら、あれも編集してたんだけど、なんかあれ以上の編集の凝り方がよく分かんなくってこれ以上編集凝れない、私の最大限ここだと思って、そうあれはみんなに送りました。あの吹き出しハマってる、なんか私が喋ってるみたいに出るあの吹き出しのほにょにょにょってやつ、密かにハマってます。あのくるくるが変えてたご飯はって、あれはチキンとポテトは2人で食べた、うん、分けっこした。こんばんは、あずみん神戸サイン会通所追加分、あえありがとうございます。そう5時間目が、2月11日の5時間目が皆さんのおかげで完売しました。ありがとう、マジで本当にありがとうございます。皆さんありがとうね、決済忘れなくです、ありがとう。完売したいって目標にも言ってたので嬉しいです、本当にありがとう。たくさん楽しみにしてるね、ツーショットサインありがとう。決済大事、ちょっと遅い報告ですが、大阪の話からさん、え、ありがとう。あれだよね、 UD9 って言ってね、悠々の悠々だよね、悠々だよね、嬉しい嬉しい。いい動画いつも余韻なくブツッとあるよねえ、なんかさ、いやそうなんだけど終わり方むずくていやそうなんよ、なんかさ、あの映像にアフレコしてるんですよ私。映像をまずあの編集して、あの Vlog の作り方ね、映像編集してテロップ入れた後にアフレコしてるんです。映像をこうやりながら一発撮りアフレコみたいな感じでやってるんですけど、その映像の尺に自分の声を入れ切ろうと思ったら あんな感じになっちゃうの急に映像終わるみたいなことになっちゃって、あれもうどうしようと思いながらもやってるんだけど、そうなんですよね、映像専攻なので、なんかアフレコがやばいもう終わっちゃうみたいな、時間足りないみたいな感じで今日載せたのもありがとうみたいな感じで終わりましたVlog こんばんは、 Vlog ならあれくらいでもいい？ BLLO っていう編集アプリマークとか、あ、本当に？え、そう、編集マーク入っちゃうの、そうなんですよね、キャップカット、そう、吹き出し、ありがとう、決済しました、ありがとう、次握手かがまだ目指しましょう、嬉しい。あ、あずみんクリスマスアクスタ買いましたよって、ありがとう、でっかいやつだ、ゆゆです、あい、ゆゆ、ちょっと楽しみにしててね、ファンクラブの動画、ちょっとゆゆ用紙、ゆゆ舞台ゆゆゆを見てくださって、ゆゆゆのいつきちゃん推しになってくださった方は大歓喜の、ちょっと動画をね、ちょっと載せようと思ってるので、ちょっと楽しみにしてほしいです。ファンクラブぜひご入会を結構投稿してます、結構更新してく予定です、更新ファンクラブ高め、更新頻度高めで行きたいなと思ってるので、ちょっと楽しみにしててください。ファンクラブ入りました、ありがとう。お、しんずさんファンクラブ入るの忘れてた、今入ってください。あずみのファンクラブだから好きなようにしなって、ポエマーねねポエマーじゃない、ポエマーって言われたらちょっと恥ずかしいけど、ポエマーじゃないけど、まあ、確かポエマかもしれんけど、ポエマーではないです
なんだ、じゃあ文章も載せるから楽しみにしてて。でもなんか嬉しいです、私はファンクラブめっちゃ嬉しい、このファンクラブっていうコンテンツが。なんかさ、あの今載せてる Vlog の動画とかもさ、載せたいなと思ってもなんか X とか TikTok ってちょっと抵抗あるんよ。その今日メールにも書いたさ、自分で書いた創作のなんか文章みたいなのもさ、なんかもう全員が見れるじゃん、 X と TikTok って。全言うたら全世界の人に公開されるじゃん、誰でも見れるじゃん。私のファンの方はもちろん、私のファンじゃない方も STU とか全然知らない一般の人とかもなんか見れるから、まあ、そこまで届くってわけではないけど、なんかさ、なんか載せるのに抵抗があって、なんかいやこんななんか載せにくいなみたいな。でもみんなになんかちょっと載せてみたいものあるけどちょっと挑戦しづらいなとかって思いながら思ってたの。そういうのをファンクラブなんかめっちゃ載せれるからすごい楽しくって嬉しいです。このコンテンツ、動画もそうだよ。あの私が袖で練習してる映像なんて載せれないもん他でなんか X とかに載せれないもん、なんか TikTok とかに。そう、今日の Vlog もね今日の Vlog とかも載せれないもん、なんか。だからファンクラブ、そうなんですよ、 X は気が引ける。そうなんですよね、ファンクラブのコンテンツ結構嬉しくって。だ、楽しみにしてください、いっぱいいろんなの載せる。安心できますね、安心できる。なんかみんなファン、私のことが大好きな人がやっぱ入ってくれてるじゃん。私のことが好きな人がファンクラブと入ってくれてるから、だからあるのかも、だから見せれるみたいなだから見せれる安心感はめっちゃありますね。お、ゆなの生誕くじであずみのメッセージボイス当たったって、え、よかった、そうなんよ、メッセージボイスね送らせてもらって、ありがとう、休日 Vlog 見てくれて。 STU のライブに行く日の Vlog 久しぶりに作ろうかなって、え、作って、見たい見たい見たい。こんばんは。そう、全世界寝てるところ走る、本当にね、本当にそうだよ。そう、でもメールは、そう、メールもだから何でも送れるんですよ。なんかでもメールは写真と文章しか載せれないじゃん、動画を載せれるコンテンツがなかったから嬉しいですね。ファンクラブ動画も載せれるから、実家帰ったらなんかメルちゃんの動画とかも撮って載せよう、ファンクラブ。よかった、クスクスする、え、よかった、嬉しい、安心して待ってて、ね、見せる見せる。エッセイ的なのアズミンが朗読するものもいいかもって、え、それは第二段階ぐらいでお願いします一段階目はちょっと、まずはちょっとあの文章だけで、文章だけで。毎日ポエミン、毎日ポエミン、毎日ポエミン恥ずかしいよ。なんかさや語録はなんかいいけど毎日ポエミンちょっと恥ずかしい。本当才能かって、メイク紹介、需要あるなら、需要あるなら全然載せたいですね、メイク紹介も。声好き、嬉しい。パちゃんがあずみ褒めてる。本当ですかなんでパセリさん、なんで本当に褒められるようなことしてない、嬉しい。なんだろう、美味しかった、焼肉、あたかしも美味しかった。10しかない、じゃあ乗せよっかな乗せよっかな。最近ね、メイク道具ね結構新しく買い替えたんですよ。
新しいの買ったんだよね。レッグドッグ。あ、あとはこれ一瞬だったら大丈夫かな。今日ね、そのだからそのくるくるのくるくるが遅刻しちゃって、それを待ってる間にね、いろいろお店見て回ってたんですよ。そしたらなんと、じゃあちょっとショールームなのでこういう感じで見せるんですけど、見えた、これ何か分かったかな。ジブリの缶バッジ、ランダム缶バッジ、なんかジブリ売り場みたいなところ、ジブリコーナーみたいなの場所があって、ジブリコーナーの場所があって、それでジブリのランダム缶バッジを買ってきたの。そう、ちょっとショールームなので一応こんな感じです。ちょっと映せないので こんな感じでお届けするんですけど、これをちょ開封してる動画もファンクラブに載せようと思うので、ちょっとね、ファンクラブだったら多分載せれる、ショールームだったらもうずっとこうやってやってないといけない載せれないから、多分ファンクラブでこれの開封動画も載せようと思うので楽しみにしててね。そうなの、見えそうで見えなん、ジブリです。ジブリの缶バッジなんだけど、千と千尋と魔女宅にしました。ハウルとかもあったんですよ、いろいろあって、種類が、あとは全部の全ジブリのランダム缶バッジとかもあったりしたんだけど、やっぱ私は一番千と千尋が好きなので、千と千尋と魔女宅ですね。魔女宅かわいいよね。そう、キキちゃん缶バッジ、10種類です。どっちも10種類でコンプリート。魔女宅、魔女宅っていう、魔女宅って言います魔女の宅急便、魔女宅です。なんかね、多分ジブリね、なんか NG らしい、なんかわかんないけど、基準わかんないけど、配信もX はいいのか、メールはダメで、配信もなんかダメみたいな言われた気がするんだよね。ジブリでもディズニーまでは厳しくないから、もうこれなら多分 OK だと思うこのフル式、これなら多分そう、わかるかわかんないかなぐらいのラインで締めます。お、ファンクラブ動画めっちゃ癒された、嬉しい、よかった。こんばんは、あ、そうなんだ、スティッチとか魔女宅いいよね。なんかこの前家族みんな好きなんですよ、ジブリが。だからお姉ちゃんも大好きで、この前はなんか家帰ってきたらお姉ちゃんがやる気が出ないから、ちょっとやる気出すためにこの曲かけるわとかって言い出して、かけた曲がジブリジブリ曲をシャッフルで、なんかシャッフル再生みたいなしてて、ジブリで使われてる音楽で、二人で家でそのジブリの曲聴きながら、そう、いやいいねいいねこの曲って、やっぱジブリいいねって、そう、ジブリプレイリストをかけてました。
世界観が好き。私はジブリの、ジブリの世界に入りたいですね。ジブリの世界で生きてみたい。千千尋は言わないの？千千尋は言わない。ねえ、千と千尋。言わないね、千と千尋は。千と千尋。千と千尋。千と千尋って言うかも。え、なんて言うだろう、千と千尋。千と千尋かな？千と千尋の神隠し？略したら何かな？千と千尋かも。千千尋。魔女宅、センチヒーって面白い。あ、改めよっか、ありがとうなって。嬉しい！また来てね。コナンつけて。え、わかる？もののけ、もののけ姫いいよね。もののけ姫いい。何回も見れる。なんか感覚がね、あれなんですよね、なんて言うんだろう、ちっちゃい時に見て受ける印象と大きくなって受ける印象、ジブリって変わるんですよ。それが面白いです。ゲド戦記とかはちっちゃい時見てもあんまりよく分かんなくって、でも大きくなってから見たら、うわ、こんなに面白かったんやってなりました。やっぱちっちゃい子が見やすいのはトトロとか千と千尋も見やすいかな、魔女宅も見やすい気がするね。ハウルも面白いよね。わかる。ハウルは面白い、本当に。ファンクラブ動画、温泉シーンカットされる。そもそも撮ってないです。アズウィンの温泉シーンは撮ってないです。煽りよかったらしい。あ、え？パセリさん褒めてくださったの？煽り？嬉しい。煽り。嬉しい、煽り褒めてくださった。うわー、ジブリさん、え、千と千尋と魔女宅以外なんだろうな。でも小栗小坂も好きなんですよ。小栗小坂からっていうのも好きですね。あれは宮崎駿さんの弟さん、あ、息子さん、息子さんかな、宮崎駿さんの息子さんが監督されたんですよ、小栗小坂。で、なんか面白い、あ、そうだ、やっぱり宮崎吾朗さん、息子さんが、で、これなんかね、何で見たんだっけな、この小栗小坂からのが作られた誕生秘話みたいな感じの映像を見たんですよね。そしたら、そのこの息子さんが小栗小坂を作ってる時に、なんか宮崎駿さんがもっと目に光を入れた方がいいみたいな感じで、なんかちょっと施しを加えたいんですよね。目にちょっとだけこう光を入れてあげたら、その一気にそのキャラクターがになんか命が吹き込まれたみたいな感じで、急にキャラクターが生き生きしだしたみたいな、その作品の中で生き出したみたいな、なんかね、そういうねやりとりがあってみたいなのを 見たことがあります。国立小坂、そう、すごーと思って、それだけで変わるんやと思って、なんかアニメ作品だ、多分ね、ここに目の光がちょっと入るか入らないかとか、ここに影が入るか入らないかとか、絶対そういうので印象って全然
変わる。面白いなと思ったし、やっぱり宮崎駿さんってすごいんだなと思って、なんかめっちゃ覚えてます、その 裏側制作みたいな話。こんばんは。でも何がいいって、私はあのなんだろう、ジブリのなんていうんかな、あの絵のタッチが好きで、ジブリにしかなくない、あの絵のタッチと、なんかあの感じ、あの感じがすごい好きなんですよね、手書き。そう、ほんわかっていうの、いいよね。そう、あのなんか絵が好きで、そう、絵がすごい好きなんですよね。絵から来る世界観も好きなんだけど、絵がすごい好き。確かにご飯美味しそうだよね。え、確かにリアルすぎる感じ、 CG のね、リアルな感じはとは違う。ジブリご飯めっちゃわかる。あるんですよ。なんかね、私ジブリパーク行きたいって言ってたじゃん。ジブリパーク行きたいって言ってた時に、そのジブリパークの近く、名古屋の方に、ジブリ飯を再現してるお店みたいなのがあって、めっちゃ行きたくって、そこに私。そう、まだジブリパークも行けてないんですけど、そのジブリ飯、ジブリ飯再現されてる名古屋のお店があるんですよ。もう、すごく行きたいっていう。めっちゃ行きたかった。なんてお店かな。なんてお店なんだろう。でもあの全部美味しそうだよね。何が一番食べたい、みんな。あ、パズーの朝ごはん、確かに。え、春のベーコン、わかる、食べたい、春のベーコンエッグ。なんか美味しそうだよ。だってさ、ただのベーコンエッグの描写があれなのすごいよね。だってただのベーコンエッグなんだけど、ただのベーコンエッグじゃないもん、春の世界のベーコンエッグ。めっちゃ美味しそう、春のベーコンエッグ。美味しそうだよ。あとは千と千尋の初めのシーンでお父さんが食べてる、あのなんかブニュブニュってしたお肉も食べてみたい。あとは、あとポニョもあれも普通のインスタントのラーメンと、あの蜂蜜ミルクみたいな感じなんだけど、蜂蜜ミルク、ただの蜂蜜ミルクなのにめっちゃ美味しそうなんですよ。ね、なんか、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだよね。ジブリ飯って。なんであんなに美味しそう。でも、あと、アリエッティの、水の描写とか好きです。あと、アリエッティ音がいい。あの、仮暮らしに行く時のなんか、あの、粘着テープの音とか、ギコギコギコみたいな、ネジの上歩く音とか、
仮暮らし、アリエッティは、アリエッティは音がいいなって思います。おそばさんのパン確かにおそばさんのパンも美味しそう。わ、ニシン、え、ニシンのパイってさ、どんなパンなんだ、パイなんだろうね。確かに魚味のパイなのかな、本当に。わ、確かにガッツクパン、肉ぐわーっと、ほらねえ、やばいよね、ジブリの世界に行きたいよ。あずみのめいちゃん、めい怖くないもんお姉ちゃんのバカとーとーろー、カンタ、いや、カンタはめいちゃんじゃないからそれおばあちゃんカンタ、お前んち、おっぱけ屋敷、カンタ。トトロはいいよね。トトロ。そう、なんか今 TikTok で、なんかジブリの音源が流行ってる。ジブリの音源めっちゃ流行ってる。顔なし？顔なしの真似は簡単。ああだから、知ってるぞ、セイアズミン。うわー、わあ、ジブリの、ジブリの声優とかできたらもう、私はもう、もう飛んじゃうかも。ピューン嬉しすぎて。目指したいねって、めっちゃで、結構だよ。なかなかだよ、ジブリの声優なんて。ジブリの声優なんてもう、そんな、夢のそのまた、またその夢のまた、その夢のまたって感じだけど、ねえ、もう叶えたいですね、めっちゃ。幸せですよ、叶えれたら。あ、やばい、時間。段順見ます。13位、金曜さん。ありがとう。12位、奈良西さん。ありがとう。11位、こにゃまるさん。ありがとう。10位、ぬっしーさん。ありがとう。9位、もやいもきちさん。ありがとう。8位、かぎさん17さん。ありがとう。7位、りゅやくん。ありがとう。6位、せいやん。ありがとう。5位、くまねパパさん。ありがとう。4位、こいさん。ありがとう。3位、こうたさん。ありがとう。2位、りおさん。ありがとう。そして1位は、るるるるるる、バン。N700 さくらさん。ありがとう。あやすみ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。こじまんクラブもまだ動画とか投稿してるの見てない方は見てみてね。ありがとう、お疲れ様です